テリー土屋の車の話始まりました。土屋さん、暮れですよ、暮れ。ねえ、どうでした今年は。まあ生きてますからね、僕は。生きてますね。生きてりゃいいなと思ってくれるんですよ。ああ、なるほど。 あんまり高望みしてませんか。あ、とりあえずいろいろあったけども、まあ、いいじゃない、車2台買ったんだから。そうですけどね。ね、変な車。そう、変な車。いや、車2台じゃないですよね、テリーさん今年。何台買いました。結果3台ですね。あ、すごい、3台でも3台買ったけど3台売りましたからね。全部集めてるわけじゃないですか。まあそうだよね。吉崎さんはどうなの、今年1年。私は車も買わず、乗ってもないっていう。幸せでしたか。なんで私なのそれ。かわいそうな質問するんですか。かわいそうな人みたい。やめてください。楽しい1年でした。泣いてもいいよ。泣かない。なんで年末泣かなきゃいけない。今回からですね、ちょっと新コーナーに。できましたか。年末になって。年末で最後に終わるっつったのに。年末に新コーナーだって。制作陣の迷走ぶりがよくわかりましたね。そうですね。いや、来年に向けてでしょ。行き当たりばったりで。題して、いきますか。いいですか。題して、はい、有名人の欲しい車というコーナーでございます。いいですね。ほう。ですね、うん、車が欲しいという有名人の方をゲストに招きまして、うん、その有名人に、まあ、無類の車好きなテリーさんと、うん、そして土屋さんがおすすめする車を紹介してあげよう、はい、ということは、その有名人はお金がないとダメですよね。だって車欲しいんだから。ねえ、有名人呼んでるってことだよ。ということは金持ってるってこと。そう、金持ってるって。そうだよね。だってこっちが言ったってさ、全然お金ないですよって言われてるんだ。そうじゃ番組になんないじゃん。そうですか。どういう車が欲しいっていうオーダーはありますからね、まあ、そのゲストの方に。金持ってるんでしょうね、今日のゲストは。そりゃそうですよ。貯金貯めてますよ。いいですか、お呼びいたします、はい、今回のゲストは人気声優のさくらあやねさんです。あ、来た。ありがとうございます。さくらさんはね、貯めてますから、ね、趣味貯金通帳見ることですからね。いや、もう貯金からかんにする気持ちできました、ね。はい、お願いします。よろしくお願いいたします、うん。声優界で一番稼いでる。ちょっと待ってください。いやいや、それは語弊があります。みまちゃん言ってたよ。言ってない、絶対。みまさんにはもうおごってもらったことしかないです。さこさんは今、例えば今までやった、はい、あの役をちょっと教えてください。え、今までやった役、うん、あ、すごいよ。でもそれこそ美馬さんには、僕のヒーローアカデミア、ヒーローアカというジャンプ作品でうららこおちゃこというヒロインやらせていただいてたり、あと進撃の巨人も美馬さんにお世話になっていて、いや、だからすごいよ。はい、ガビという役をやらせてもらったりとか。本当に儲かってんだから。使うとこないんだから。いや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 、みんな思ってもらうんだから。確かにそうだ。ごめんなさい。確かにそうだ。ね。可愛い声してるからみんなさ、釣られて怒っちゃうもんね。そうでもないですよ。あ、そう。そうでもないです。はい。あの、さくらさんっていくつぐらいの声出せるの？ほら、なんか。いくつぐらい？何種類ぐらいの声？いやでもすごいね、ゾーンは広いでしょ。まあ、でもその例えばもう生まれた瞬間の声をお願いされたりとか。ちょっとやってみて。っていう声があったりとか、うん、もうなんか おばあさんとかお母さんの役。おばあちゃんやって、テリー土屋の車の主。すごい。とか、お母さんは、え、お母さん、うん、テリー土屋の車の話。あ、すごい。ってやったりとか、ね、男もできるの。男の子ですか。あ、男の子もでもやらせてもらったことある。テリー土屋の車の話。おお、少年だ。なんか今コナン君が出てきたみたいな。本当だ。エビスさんもできるんですか。エビスさん。ねえ、ねえ、どういう番組なんだこの番組は。今日私何しに来たんですか。僕なんかこれしか出せないから。そりゃそうでしょ。だから魔法のね。だから声を何十種類も持ってるの、声優さんって。うん、歌も上手いでしょ。いや、もう全然そんなことないです。この声だもんね。もうだからいいよね。だから電話だといろんな声で喋れるんでしょ、はい、あ、そうです。なのでなんかこうインターホンとかであんまりなんか若い女性がここに住んでるんだなって思われたくなかったりとかすると、さっきのちょっとお母さんみたいな。ちょっと待って、ピンポンピンポン。あ、はい。あ、
あ、大丈夫です、はい。あ、はい、失礼します。あ、なるほど。ちょっとなんかあんまり若い人が住んでないのかなとか、まあ、ちょっとね、暗めにやるとそうですね、あっていうふうに対処したりは。でも今日これでいいんじゃないの番組。ちょっと待ってください。違うんですよ。あの、車はお好きですか？はい、実はそんなにやっぱり詳しくなくて、うん、あのどっちかっていうと免許専攻だったんですよね。でも美誠ちゃん言ってたけど GTR 運転したって言ってた、はい、そうなんです。参考 GTR 運転してね。ちょっと美誠さんに連れられてっていうのも、私が免許取ったきっかけっていうのも、で18歳ぐらいの時からずっと、あの、今一番欲しいものは免許ですって言ってたくせに、うん、取ったのが一昨年ぐらいなんですよ、うん、26歳とか5歳とかの時に取ったんですけど、うんうんうん、なんか18歳ぐらいから取りたい取りたいって言ってて、お前全然取らねえじゃねえかっていう狼少年状態の私が急に美誠さんに、うん、はい、これ免許取りましたって言ったら面白いかなと思って、うん、あの、教習所に通ってることも全部誰にも内緒にして、うん、事務所にも内緒にして、うん、免許を取って、あの、見せるっていうのがやりたくて、うん、それ YouTube で撮ってくれなかったから本当ですよね。もったいなかったなって思うんですけど、うん、それで美誠さんがうわーってなってるのを見て、しめしめってなって終わってたんですけど、うん、でも実際やっぱり運転してみると楽しかったので、楽しい自分でちょっと車にも興味を持って、どんな車があるんだろうって、やっぱ免許取ると急に街中の車が全部同じ種類に見えてたのが、あ、形とか色とか実は全然違うんだなって思い始めて、ちょうど今興味を持っている最中なので、お二人にいろいろ聞きたいなと思って、ね、嬉しい嬉しい、はい、それで本日やってまいります。ありがとうございます。ありがとうございます。で、今回はですね、事前にさくらさんにどんな車に乗りたいのかっていうのを伺いまして、うん、はい、欲しい車のポイントを挙げていただきました、うんうん、こちらです。おお、うん、この3つ。 OK、 土屋さんもすぐに浮かびましたね。 OK、はい、任しとけ。本当ですか？結構難しいかなって思ったんで。全然。本当ですか？テリーさん大丈夫ですか？すごい考えてる。テリーさん、いや、それじゃこれ、これを1台にするってこと、3台紹介したい。それぞれで。それぞれ。そうだよ、それぞれだよ。俺はこの3つを1つにした車。え？俺は美誠ちゃんから彼女のことを聞いてた、うん、で、あー、なるほどって俺はイメージ膨らました。うん、アバルトしかない。アバルト、水色のアバルト、めっちゃ可愛い。わー、可愛い。これは可愛い。めちゃ可愛い。あ、しかも丸いデザイン、好きです、すごく。でしょ、はい、ほら、これ、いや、すごく、これはすごくいいと思います。でしょ。もうめちゃくちゃ、これはね、全然悪くない。俺、これさくらちゃんにぴったりだと思う。これは確かに。これでも、ちなみに私、この水色の車っていうのに、水色にさらにこだわりがありまして、はい、こういう水色がいいんです。今日はちょっと説明しにくいので着てきちゃったんですけど。これ水色じゃないじゃん。え、これ何色ですか？テリーさん何色ですか？これは灰色。なんて言うんですか？灰水色。ブルーグレーって言うんですか？あ、だからおっさんが言うと灰水色になるんだけど、灰水色。さくらちゃんが言うとブルーグレー。グリーン入ってない？あ、そうですね、うん、これ水色じゃないよね。いや、水色って言えば水色だけど、うん、これが、このアバルトの色が水色。あ、うん、こっち側の方は本当だよね。ちょっとグリーンがかった感じ、はい、今だったらラッピングって分かる？はい、分かります。で、あの、全部ラッピングになれば、どの車でもできると思う、うん、だから自分の好きな、この例えば山田さん、この洋服の色を持っていけば、持ってって、それをラッピングしてくださいって言えばできるような気がする、うん、そうなんですね。できる、それがベストだと思う。いくらぐらいかかるんですか？ラッピングもね、20〜30万。いや、もうちょっといいラッピングすると、まあ、車にもよるんですよね、大きさに、うん、ああ、そうだね、うん、まあ、50万ぐらいあればできる。あ、そうなんですね。まあ、もっと普通に全塗装した方がもっと高いんですよ、だから剥がせば元に戻るし。あ、そうですよね、もう全然それの方が。あと、もう飽きたらラッピングだったら変えちゃえばいいから。まあ、そうだよね、うん、絶対それがいいと思う。土屋さんが言ってるこれは、これは俺はさくらちゃんにぴったりだと思う。ある、これにします。でしょ？いや、決めるのもうこれでいいですよ。ほら、ほらテリーさん考えてた。あれ、テリーさん、いや、僕もいろいろ考えたんですよ。テリーさんは俺何入れてるのかな。テリーさん何入れてるの？早いあ、フィアット。あ、フィアット、これも可愛い。
ああこれも可愛い。そうそう。お好きな色に近いですね。水色っぽい。さっきと足して2で割ったらちょうどいい感じですね。これと今の着てるやつにちょっと似てますね。本当に似てる。しかもこれも上開くんですよ。開く。こっちは開くんだよね。だからこれはまあね、ただ。さくらさん運転うまいって言うから、うん、もしかしたらアバルトの方がいいかもわかんないし、絶対アバルトだと思うな。これはなんかなんていうかな、いかにも合いそうな感じがするんですよ。さくらさんが乗りそうな、うん、ね、意表をついてないですよね。そう、やっぱアバルトの方が、うん、やっぱこうさくらちゃんには俺ぴったりだと思う。これあのそれぞれ乗ってる、まあ、そのなんていうんですか、車が持ってるイメージでいうとどうなんですか、フィアットとアバルト。やんちゃなのはアバルト、うん、だからこれあのフィアットは可愛い系。なるほど。そこミッションがちょっとやりにくいから、うん、ちょっとつなんか面倒くさいかもわかんないよね。なるほど。でその他にもちょっとあります。あ、そう、お、何ですかこれ。いや、かっこいい。もうこれメルセデス C クラスのかぶり折りなんですけども、はい、C クラスだから大きさ的にはいいよ。あ、本当ですか。そう、そんなにでかくない。これもさっき言ったみたいにそれいろいろ変えられるから、うん、で例えば薄い下が薄い水色で、はい、上を濃いブルーにする、うん、ミッドナイトブルーにするっていうのは結構かっこいいな、うん、確かに。これはでもなんかリッチすぎるな、やっぱさくらちゃんはさ。さくらさん的にはどうですか、 どういう印象でいきたいですか、車の乗ってる私っていうのは。乗ってんだ、駐車場とかで、うん、あの人どの車に乗るんだろう、うん、あ、フィアットかな、Kかな、うん、それみたいな方がそうだよ、ちょっと面白いかなと。わかるわかる。人を驚かせるのが好きなんで、いくつかおすすめの車があるそうです。そう、あと、はい、電気自動車も気になっていて。今時だね。そうなの、なんかあんまりまだ普及しきってないのかな、なんか実世代というか近未来というか。あ、そうですね。なんかで、あとデザインがちょっと普通の車より丸っこいというか、うん、ちょっとしてるのが、うん、あ、そうですね、なんか近未来っぽくて可愛いなって。なんかおすすめのものあるかなって思いました。 EV ね、俺はもう決まりよ。何ですか、土屋さんのおすすめは EV 車。この人誰だと思ってんの。さくらちゃんよ。なるほど、ね、ということはさくらでしょ。なるほど。あー、日産さくら、はい、ね。いや、実はね、はい、僕もこれなんですよ。あ、そう、さんも、はい、僕もさくら、本当に。いや、だってさ、どう見たって、うん、声優さんってそんな何百キロも走らないじゃない。走らないです、ね、撮影現場、撮影現場、まあ、収録で、はい、そうすると大体行っても100キロぐらいかな、うん、そうするとこれはもう100キロ圏内だったらもう全然毎日、ね、毎日乗れる。で、家帰って充電、はい、でもう朝起きたら満タン。あ、十分です。でしょ、はい、どうよ。いや、もう最高です。でしょ。僕も乗ったことあるんですけども、はい、走りがもう本当にすごくて、うん、僕あの中央高速走ったんですけども、うん、もう横にいるトラックに負けないからね。あ、そうですね。本当にパワフルだし、ね、トラックと競り合わない。いやでもなんか、いや、ね、シューって出てくからトラックと競り合わない。まあでもそんなにいいですよね。いや本当に軽快。これはだから、ね、なんかほら、まあ、それこそ EV なんでエンジン音がないから、うん、自分がね本当になんか未来の車乗ってる感じがして、うん、そうだよね、うん、すごいいいですね。値段もね、これ実は今だと補助金がどこ住んでるの。東京。東京です。あ、東京だとあの両方の補助金で90万円ぐらいの補助金がつくんですよ。え、そんなに、そんなにですか。200、あ、もちろん4年もしちゃいけないんですけど、240、50万としても半分になるから150万ぐらいで買えるんじゃないかな。いいじゃん、安い、ね、いい、すごいです、ね、絶対いいと思う。かわいい。実はですね、はい、今回このさくら、はい、外にえ、はい、ご用意しておりまして持ってきた、ちょっと見たいなと思っております。出来すぎて、出来ですみたいですね。確かに出来ですね。さくらにさくらが乗る。いやでもこれね、いいですよね、はい、乗ってみたい、はい、乗ってみましょう、見てみましょうか、はい、はい、車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。